なたたち、今何時だと思ってるの？いいんじゃない？門限にはギリギリ間に合ってるんだから。そういう問題じゃなくて、聖少祭も激フェスも、あんまり時間がないんだからね。ごめん、ジュンジュン。でも、すっごく大変なの。だから、大変って何が？オーディション。え？何言ってるの？オーディションって。あのオーディションじゃないわよね。そのオーディションどす？あ、何が起きているのですか？なくなろうとしているスターライトが。え？ナポフト君、どういうこと？なくなろうとしてるって。わかんない。でもスターライトのことをみんな忘れかけてて、いきなりオーディションが始まって、それで。カレンちゃん落ち着いて。こんなの落ち着いていられないよ。カレンちゃん、本当なの？露崎さん、話していただけますか？うん。何があったかは大体分かったわ。でもどうしてエルスさんは自然の摂理だって。何それ？わけわかんねえな。わけわかりまへんわ。スターライトを守るためにはトップスターにならなくてはいけない、そういうことですね。ナンポフト君、なんてこと？またあのオーディションをしなくちゃならないなんて。コロスとのエチュード、それに学校対抗でのレビュー、それも激フェスに一緒に出る学校が相手だなんてね。激フェスに一緒に出るって、本当に？臨命館、フロンティア、シークフェルト、私たちと一緒に激フェスに参加する学校だよ。今日私たち、その3校の代表と会ってきたもの。共演する学校の名前ぐらい覚えておきなさいよ、カレン。っていうか、先生の話聞いてなかったの？聞いてた、はず。はぁ、まあいいわ。でも、勝手に参加させられちゃうなんてひどくない？やめられないの？返品とか、クーリングオフとか。ほんと、今からでもキャンセルできねえのかな？できないわね。キリンのオーディションなら。相変わらずアコギドスな。でもスターライトを、スターライトを守らなくちゃ。うん、そうだよね。私たちのスターライト、忘れることもなくすこともさせない。負けられませんね、相手が誰であろうと。相手、激フェスでも一緒になる3校。臨命館、フロンティア、シークフェルトか。その中だったら注意が必要なのはシークフェルトね。そういえば、そのシークフェルトの雪城明さんって、すごく身のこなしがキレッキレだった。雪城明、現れないと思ったらオーディションに参加していたのですね。知ってんのか？少し。雪城明って言ったら有名よ。シークフェルト音楽学院の首席にして生徒会長、両親は映画監督と元女優、演劇雑誌には審査員絶賛、高校生ながら繊細な感情表現を大胆な動きの中で表現なんて書かれてたわ。へえ、そんなすごいやつだったのか。それに今日の打ち合わせに参加していた大鳥みちる、彼女もシークフェルトの生徒の中ではかなりの実力者と聞いています。私は去年の激フェスでも一緒だったけど、フロンティア芸術学校の胡蝶静葉が気になるわね。そういえば天童さんとクロちゃんは激フェス2回目だもんね。あ、思い出した、胡蝶静葉さんってあの子だ。知ってるの？中学生の時にね、胡蝶さんがいた中学校の演劇部の公演を見たんだ。あの頃からお芝居が上手だったんだけど、とにかく発声がすごく綺麗だなって思ったの。それにスタイルも抜群で、すっごい存在感だったよ。バナナちゃんがそこまで褒めるなんて。去年の激フェスでも感じたけど、演技の腕は確かね。正直フロンティアの生徒って聞いてちょっと驚いたけど。え、それどういう意味？こう言っちゃなんだけど、あんまり世間的には評価があれっていうか。確かにコンクールなんかでも芳しい成績を残してるとは言えないわね。そうなの？ネットなんかに書いてある評判を見ると、遊び半分で真剣味が足りない生徒が多いって。まだ新しい学校だから
生徒をとにかく確保したいらしくて、生徒獲得のための派手なイベントが開かれたり、話題性だけのために最新技術が導入されたり。生徒はみんな入学時にタブレットを配布されるそうよ。へえ、そりゃすごいな。そういった学校側の性質が生徒の質にも現れているって。ただ舞台表現コースだけは別って噂もあるし。胡蝶静葉はそのコースの生徒代表よ。胡蝶さん、きっともっと上手くなってるんだろうな。あともう一人、今日はいなかったけどフロンティアには上手な子がいるらしいわね。名前なんて言ったっけ。まあいっか。それと最初の相手、臨明館女学校だけど。うちもうお眠やわ。ほな失礼しますえ。おい、カオル子。カオル子どうしたの。臨明館に知り合いがいたみたいなの。なんだかちょっと訳があるみたいな。ふーん。じゅんじゅん、臨明館ってどんな学校。臨明館女学校は清少にも負けないぐらい歴史と伝統のある名門校だったはずなんだけど、歴史があるだけに校舎や設備も古くなってて、ここ数年は生徒数の減少が続いているみたい。セトリスト、悲しいことね。演劇家の廃科なくなっちゃうんだ。玉尾さんたちの大切な場所。みんなバナナ、絶対に絶対に取り戻そうね。スターライト、みんなの大切な舞台を。もちろんだよバナナ、絶対に消えさせたりしない。カオル子、どうした。おばあはん、カオル子です。臨明館女学校について聞きたいことがあるんやけど。あ、おはよう。あ、カレンちゃん、おはよう。早いわね、休日なのに。うん、なんだか落ち着かなくて。また始まっちゃったんだもんな、オーディション。まあ落ち着け言う方が無理な話です。うん、そうだカレンちゃん、実家から届いたお芋をふかしたんだけど食べない？え、お芋？朝から芋かよ。つーか真昼何やってんだ。なんだか私も落ち着かなくて。じゃあカレンちゃん待ってて、今持ってくるね。あれ、バナナたちは？学校、劇フェスの準備だってさ。そっか、ひかりちゃんレッスンしよう。いいわよ。また急だな。待って、じっとしていられなくて。え、カレンちゃんお芋は。まひるちゃん、まひる芋は帰ってからね。じゃあ私も。みんなも学校行くのかよ。私も盾の練習でもして体動かすかな。なら双葉はん、帰りにアイスでも買うてきて。なんでだよ。っていうかお前も稽古した方がいいんじゃねえの。うん、舞の稽古最近サボってねえか。そんなことあらしまへんえ。ないよ。ちょっと太ったら。なあ、わかりました、うちも学校行かせてもらいます。よし、スターライトを取り戻すぞ。ひかりちゃん、玉尾先輩。玉尾はん、なんでこないなところにおりますんや。何あんた、いっちゃ悪いの。あんさんこそ誰です。うちは玉尾はんに聞いてます。劇フェスの話し合いで。ああ、そういえばあんさんところも劇フェス出はるんやったな。まあ頑張っておくれやす。ほな。なんなのあいつ。ごめんな、うちのカオル子口悪くて。あんまり気にしないでくれよ。いえ。じゃあ、おいカオル子、待てよ。カオル子ちゃんもあそこまで言うこと。清少の皆さん、何。私たち次のレビュー絶対に負けませんから。では。やっぱり辛いよね、大事な場所がなくなるのって。うん、でも私たちも負けられない。行きましょうカレン。うん、よし、とにかくレッスンだよ。
リちゃん、今のところもう一回。ダメよカレン、飛ばしすぎ。カレンちゃん、オーディション負けられない気持ちはわかるけど。ううん、これは確認。確認？そう、スターライトを消させないって。カレンちゃん、だからもう一回。ダメ、気持ちはわかるわ。でも休むことも大事よ。ひかりちゃん、うん、わかった。よし、ちょっと休憩。はぁ、あ、そうだ。どうしたの？バナナちゃんたち、激フェスの準備もう終わったかな？カレンちゃん、バナナちゃんたちも誘って一緒にレッスンしない？まひるちゃん、それってとってもグッドだよ。じゃあカオルコちゃんとふたばちゃんも呼んでこなくちゃ。カオルコちゃん、ふたばちゃん、一緒に勝負してください。ん？私と勝負してください。なあ、あんた凛明館の秋風瑠衣です。秋風か。勝負って何の勝負だよ。盾と日舞で私にも心得はあります。お断りどす？私じゃ相手にならないって言うんですか？そないなこと言うてまへん。そもそもなんでうちがあんさんと勝負せないけませんの？玉尾先輩のため。アホなこと言うんやない。あんた玉尾派のなんや？玉尾派の代わりにあんたがって言うんか？そうです。そんな甘っちょろい気持ちやから。甘くなんてありません。玉尾先輩は悩んで苦しんでいます。だからこの前もあんなことを。そんなもん当然やろ。悩むのも苦しむのもあんたらは絶対にトップになんてなれやしまへん。なあ、あんたさ、なんでそんなにカオル子にこだわるんだ？ルイちゃん。ルイ、何してんの？もう急にいなくなって。すみません。でも私は玉尾先輩があんな風に言われて何もしないなんてできません。ルイ、ルイがご迷惑をおかけしました。私たちはこれで失礼します。花焼さん、この前はすみませんでした。必ず勝ちます。絶対に負けません。大切な場所のために。さよか。ではねえ、ちょっと気になってたんだけど、カオル子ちゃんってどうしてそんなに玉尾さんに？マヒル派には関係あらへん。別にうちにも関係あらへんことや。それでは青少音楽学園対陰明館女学校のレビュー開演です。皆さん、トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。花焼さん、トップスターになるんはうちらどす？私たちは演劇家を守ってみせます。参ります。そんな、これじゃ、これじゃ私たちの大切な演劇家が。みんなごめん、ごめんなさい。私がしっかりしてないから。玉尾先輩、そんなことないです。先輩は。そうだよ、玉尾だけのせいじゃないよ。でも、でも玉尾藩の言う通りや。あんたらが負けたんは玉尾藩のせいどす？ちょっといい加減にしてよね。あんた勝ったからって勝手なこと言って。カオル子、もういいだろ。お前だって指先の迷い、意識の抜けた足さばき、口でいくら言うたかって隠せませんえ。覚悟足りんのとちゃいます？花焼さん、あなたには私たちの気持ちなんて。そないな甘いこと言うてるから負けるってうちは言うてんねん。おばあはん、お師匠はんが言うてましたんや。巴玉尾、あの子は筋がいい、見込みがあるって。それとあんたの弱さ、お人よしが過ぎるって。玉尾はん、あんたちょっとぬるすぎるんちゃいます？周りの子らばっかり気にして全然身入ってるように見えへん。玉尾、周り気にする暇あるんやったらもっと死ぬ気でぶつかってきなはれ。あんたみたいなんがまとめてる演劇家なんか潰れて当然や。花柳さん、そんなこと。
ルイ！玉を先輩それでも私は黎明館の演劇家の舞台に夢があるんです。さよか、ま、せいぜいお気張りやす。次回は青少音楽学園対フロンティア芸術学校のレビューです。皆さん、トップスターを目指して歌って踊って奪い合ってくださいね。カオルコちゃんって本当はとっても認めてるんだよね、玉尾さんのこと。そんなんちゃいます、正規の門下生やないとはいえ、千華流の教えを受けたお人にあないな軟弱者がおるんが許せへんだけどす。そういや、巴はカオルコの舞が好きなんだとさ。そうなんだ。お師匠さんがそう言ってたって。ふん、そんなん知らへん。ま、うちのファン名乗るんやったらせめてもっと根性見せてもらわんとなあ、双葉はん。おーい、私はファンとは言ってないぞ。それにしても疲れましたわ。あ、双葉はん、後で肩もんでおくれやす。甘えんなっての。どうしたの、まひるちゃん。ううん、なんとなく玉尾さんのこと考えてて、うん、見つかるといいな、玉尾さんにとってのきらめきの舞台が。